今日ははい、じゃあ何ですか。また遊び所、はい、図書館のガチャガチャです。はい、千人、はい、じゃあやります。やるよ。小人図鑑のガチャの紹介ですよ。ちょっと子供が今日寝てるのでマーがやりますけど、皆さんいいですか。はい、じゃあリトル花頭と、あらじゃないかった、間違えた、仏赤羽だ。仏赤羽がもうすでに出てるんですが、これかぶってないといいですよね。今日3回目なんですけどね。じゃあ開けてみましょうか。はい、いきますよ。何が出るかな。お、見て、かぶってない。え、何、開けてみましょうか。はい、何でしょうこれ。なんかすごい顔してるけど、牛みたいな模様だけどね、これね。ほら、え、これだ。じゃーん。なんかモアイ像みたいな顔してるね。ほら。え？え？じゃーん。はい。さあ、名前見てみましょうか。はい、この人は、これですね。どう？と？絞り、大乳。絞りお乳出ました。絞りお乳出ましたよ。マジか、やった、かぶんなかったぞ。こっちにビンドが入っちゃう。嬉しい。これでしょ、これでしょ、これだ、ほら。何の音。やった。音もなんかちょっと声出してよ。なんで何も言わないの。なんで私だけ喋ってんの。だっていつもあっちの時はさ、これいいねあっちとかって言ってるのに、なんで私だけ喋ってんの。なんか誰も何にも言ってくんないんだけど。なんで音喋ってくんないの今日は。今日だってマーが一人でやるって言ったのね。そういうわけじゃないよ。そういうわけじゃないよ。あっちの、あっちの代わりにマーがやるって言ったのに。そういうこと。本当にずっと喋りかけてたのにさ、何も言ってこないんだもんね。そう。ね。あっちうまかったね、マーね。起きてきたぞ、子供が。マーの説明うまかったね。そうでもなかったよね。普通だったね。あっちもなんか言ってよ、最後に。あっち今日かぶんなかったけど、どうですか。ねえ、気に入った見て見て、ほっとけ赤羽、ほっとけ、ほっとけ赤羽で、絞りお乳とリトル花頭、じゃああとは隠れももじりとすもものうちとべにきのこびと、これが出るといいね。べにきのこびとはあったよ、お母ちゃんなんか見えた、あったのね、うん、あと赤いカプセル、ね、隠れももじりとちょっとすもものうちは何色のカプセルかちょっとわかんないけど、うん、赤あったね、うんうん、さあ、よかったね、あっちいいのが出て、かぶんなかったね。ねえ、嬉しいね、これは、すごっ、もう3体も集まっちゃったじゃん、ね、うん、はい、じゃあまたね、またやってみましょうね。はい、またね、バイバイ、はい、バイバイ。